皆さんこんにちは、ダイダラです、ね。さあ今日もね、やっていきましょうか。さあ前回ゲットした盾のトーテムをね、使っていきたいと思うんですけど、まあちょっと一回またガチャしましょうか。ガチャ、ドン。なんかハーベスター。ハーベスターは死者の魂を吸い取って、魔力を弾丸に変えて撃つ。なんでこれ、ちょっと待ってね。ソウルが必要で、ドーンって爆発するやつ？え、なにこれ？これ面白そうだな。盾のアーティファクト消すか。盾のトーテムを消そう。うん、遠距離特化で行くわ、やっぱ俺。ごめんな。前回ゲットしたね、この不滅のナイフってやつ、エンチャントはね、採掘者っていう、エメラルドのやつにしました。お金ちょっと稼ごうと思います。それではね、行きたいと思います。今回も2人で行きます。はい。さあ、今回行くのは、このハイブロックホール。え、ちょ、むずくない？チームのパワーは12なんですけど、僕のパワーは8しかないんですけど、倍の難易度ですね。まあ、頑張ってみましょうか。いけんの？本当に。でも、その難しい分強い装備がゲットできたり、レベルが上がりやすかったりするので、なんとかなると思います。さて、お城だ。かっけえ。忌むべき邪悪な村人の王の住む場所。え、ラスボス？ハイブロック城へとたどり着いた。大広間は兵士や魔術師で埋め尽くされており、すごい。いつでも剣を抜けるよう警戒して進まねばならない。ラスダンなの、マジで。餃子の間を見つけ、邪悪な村人の王に立ち向かうのだ。なんか一人埋まってない？埋まってない？大丈夫これ、いる？ね、前肩車してたのにいるか？大丈夫？うん、あ、いないいない、びっくりした。あ、た、仲間倒れた？え？え？どこ行った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 ？え？仲間どこ？あ、いないいないいない、この子にいる。起きて起きて起きて。ダメージを受ける夜の始まりまで。なんだそれ、ダメージを受ける夜の始まりって。大丈夫かな。ほい、敵か。意外と硬いな敵。リンゴとかも落ちてたけど、なんこれ。あ、これあれか、やっぱあの体中からソウルを爆発させて撃つすごいやつだね。床に敵がいるんだね。なんか床底に。敵火力高か、これ。えぐい。よし、大丈夫かよこれ。よいしょ。まだまだ諦めんな俺たち。よし、弓兵なんかに負けんな。弓兵なんかに俺。よっしゃ。さあまだまだ行こう。シャンデリアとかもめっちゃ飾ってるし。うわ、間違った。カーナビー行くよ。ガンガンと前進んでいこう。死ぬなよ。苦しいけど。とりあえずパーティーに押しかけろ。玉座の間にたどり着けてるのが今回の目標なので、とりあえず玉座のままでね、なんとか向かっていきましょうか。大丈夫大丈夫大丈夫。こっちか、道は。なんかキラキラ輝いてんだよ。大丈夫ここ。急に閉まりそうなドアしてるよねこの辺。これいい。ナイスー。俺もガンガン撃っていくわ。なんかビーム撃ってる。エンチャントマンだ。炎の矢。よし、もう弓ばっか撃つマンだよ。どっち、どこ出口？こっちじゃない？こっちねえ。よし、こっちこっちこっち。そっち外れたから。マップ広いんだよここ。さあ到着です。こっちですね。よし、さあ行こうか。まだまだ上。うわ、敵いっぱいいる。やばい。なんか炎みたいな技やばいよな。敵がやってくる。でも見えへん。前で行かれへんねんけど。待って、大丈夫か。大丈夫。俺の遠距離マンで。敵いっぱい出てきたらもう、いやもう撃ってた。花火溜まったら即撃ち切るぐらいの気持ちでね、ガツガツ行こうと思う。うわー、閉じ込められた。ちょっとここいつ、えい。出た、邪悪なやつ。よし、一緒に切っていこう。一緒に切っていこう。ガン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 出てくる敵が。やっべ、これちょっと待って。花火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 強すぎワロだよな。もうおらんか敵。また出てきた。よし、変なやつはすぐ俺がやっつけてやるよ。覚悟しとけ。よし、うわ怖え。
また指輪おじさん。上は俺がやっつけて下任せるか。下の方が敵多そうやけど。それで俺もやりたい。ドゥエーイ。いや威力高いな。ドゥエーイってやつ。すごいな今の。よし。ほらほらほら。え、まだいるの敵。これどんだけ若い敵。やばいって。生きてる？まだ大丈夫？よし。痛い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 。うわ、なんか強さときた。くらえや、花火しゃい。焼けろ。いやべ、やだやだやだ。カン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 でしてる。ほらほら、ふざけんな。よし。で、リンゴ食べようじゃん、俺が。リンゴおいしい。ありがとう。うまいよ、うまいよ、リンゴ。うぜえ。どんだけ俺弓兵ハンマーメイスだって。だって死にそう。死にそう。ちょっと待ってね。ポーションが欲しい。ポーションが欲しい。助けて。お互い回復持ってない。物資。うわパンうめえ。よし。食べよう俺が。ありがとうございます。ありがとう。息吸えた俺。何？雨降ってきた。外だ。玉座の間はまだ遠そうだな、この感じ。いやこれ強、敵敵マジ強え。どうしたらいいんだよこれ。ドゥエー。魂の叫びを喰らえ。さてレベルが上がったぞ。イエイ。レベル上がってステータス上がってんのかな。火力全然実感ねえや。エンチャントポイントだけかな、レベルは。もしかしたら。ん？鍵だ！よし！俺がもらった！やべ、強そうなやつやった。なんでそんな遠距離からバスバス撃つんだよ。行くぞ！まだ俺たちは強い。どこだろう、鍵って。こっちかな？行くぜ！こっちはこっちはこっちは。やばい！守って！守って！鍵使うとこはこの辺りだとは思うんだけど。あった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 。イエイ。よしいいぞいいぞいいぞ。玉座の間はきっと近いはず。食器棚を壊せ。食器棚、なんで食器棚壊すの。コックさんでいっぱい出てきた。コックさんなんだよこれ。なんでコックさん出てくるのいっぱい。料理人かじゃん。多すぎる。どういう状況だこれ。うん、ほら一撃でやっつけれるわこのコックさんたち。食器だなってなんだこの辺の。これか。壊せ。よし、まだあるぞ新しい食器だなが。全部食器だな壊せ。TNT じゃ壊れない。食器だな壊せ。やばい、強いよ敵が。よし、燃え盛る、燃え盛る攻撃を食らえ。さあまた食器棚壊せ。何回壊せばいいんだ俺たちは食器棚を。さあこの下にある食器棚かな。いいよいいよ、全部壊せ全部壊せ。これが1234。よし、さあこれで玉座の間にたどり着け。もうゴールは近いぞ。花火の時間だ。エボーガ、やばい、花火がない、花火が打てない。くっ、俺もドゥエイ。ドゥエイしてもきついなこれ。いやっべ、回復。大丈夫、生きてる。負けんなよ。ゼロ距離で撃ちまくれ、ゼロ距離で。エボがあと少しや。ナイス TNT。 よし、さあ玉座の間がもうすぐや。うぅ、これ。グー。エンチャントマン倒さなきゃな。ドゥエーイ。めっちゃ殴り合いしてるやん。すごくない？その殴り合いでするの。火力高すぎるでしょ。あ、豚がいる。待て、豚まで。よーし、豚ゲット。
いやーメイス拾ったけど外れだよメイスは。さて玉座の間がもうすぐかな。うん、よし怖い、よし敵多いよまだやな玉座の間。さあそろそろ、あ絶対ここだ玉座、来た玉座、え開けるよ、へい、いやー、えユニークのフレイル、ちょっと待って待って待って、なんか取った瞬間に待って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 、死ぬ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 、死んだ死んだ死んだ、ちょっと待って待って待って、トラップすぎるだろ、トラップすぎるだろ、それ取るでしょ、そりゃそりゃ取るでしょ。ねえユニーク武器はゲットできたけど、待って待って待って、死ぬ死ぬ、ふざけんなおめえら、花火じゃ花火、やっつけた？ちょ今の装備ちょっと見たい、ちょっと見たい、ちょっと待って、これ見て、ユニーク武器フレイルねえ絶対強いやつやん、こんなエンチャンとか弱体化攻撃力 5% 避ける、ゾンビに与えるダメージが増える、火属性炎上させる、火属性の炎上をつけるか、炎上よーし、新しい武器、これ新しい武器、新しい武器、うん新しい武器よ、オッケー、すまん、おまたいけるで、行こうか、ほら炎上しろ、ほら痛いでもやっぱ花火は強い、みんな花火は強いわ、よしフレイルで殴るのも強いけどやっぱ炎上させる方が強いわ、よしうめえこいつだこいつ。さあ静かにまたなってまいりました。さっきみたいな罠がまたあんのかな、これ罠じゃない、罠かな、よーしよし、いいよいいよいいよ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、よし行こうか、この辺からもうこの衛兵的な、なんかやばいよね。さあ新しい目標、邪悪な村人とね対面せよ、ラスボス戦ですよ、来たラスボスだ、ほらお前だお前、何衛兵を倒せ、まずはまずはザコからね、ザコからどれーやべえ死ぬ、花火よしレベルアップありがとう強い、待って強すぎるでしょこれ、まずい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 クソ強いクソ強い、やばい弓や弓兵もめっちゃいるし、回復アイテムねえかな、回復アイテム、これ死んじゃうってこのままじゃ、うわーい、まずい弓兵からやっつけないと、仲間が倒れた、まずいまずいまずい、仲間のためにまずいってこれ、あーダメだダメだ起こせねえ、チームライフ1になっちゃった、やばいってこれマジで、ガチで敵強えんだけどこれ、頑張ろう、ちょ回復しっかりお互いやって、これ回復アイテム持ってこなかったのが一番の範囲だけど、これあったー、ちょポーションもしっかり使おう、クールタイムがあるからね、クールタイムがあるから、だから敵とはグエーイ、待って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 、無理、無茶無茶するな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 、俺たち遠距離から、遠距離から行こう、遠距離から、炎上させろ敵を、よし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 、取っていいぞ取っていいぞ取っていいよ取っていいよ、じゃあ取るよ、俺が取るよ、よし、まだいる？弓矢系がいっぱいいるのがやばいし、弓矢系は戦いづれ、レベルアップおめえ、また出てきたよ敵、うえーちょっと待って、花火花火花火が無限に使えたら勝てる、でも使えないんだみんな花火は、やっべ、あー死んだかも、うわー
相打ちした。でもやばい、これはこれ終わったかもしれん。いけるか、ワンチャンあるか、ワンチャンあるか、起こせる、いけんの、あーちーくおやばい敵がやっぱちょこちょこいるんだよな。俺もね、花火でなんとか必殺的な感じでね、ワンチャンなんとかなるけど、よし、それ以外がきついよね。なに、待ってくれよお前、まずい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 、ポーション早く、うわー、これはきっちいな、さすがに。よしやばいやばい、ゲット、うわっと待って、これ無理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 、うわ終わった、ラストチャンスやばいって、ラストチャンスは。これどうしよっかな、エンチャンターをさっさとやってよ、エンチャンター。ナイス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 、よし終わった、ついに、うわちゅえちゅえ、敵マジでちゅえ、えげつないってこれ。でも撃っとこいい意味や、よしクールタイムを回復してから行こう。ちょっと待ってちょっと待って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 、うん、待って待って、ちょっと待ってちょっと待って、トーテムをちょっと装備して、あとがエンチャントのレベル上げて、よし OK、 よし行こうか。あ、終わりかい、あれ終わりかい、今から真のボス戦かと思ったら、はい、てな感じでした。いや弓矢めっちゃ撃ったわ俺。はい、というわけで見てみましょうか。ドドドドドンと、あ、待って、今一瞬飛ばしたけど、来た来た来た、待って、花火の矢、え、壊れてる壊れてる、これ待って、威力がさ100詰まるところを見て、ドゥン、え、待って、今頭おかしすぎて分かんなかった今。ここで待って、撃つよ撃つよ撃つよ、へい、150だよね一発だから、150450のダメージ、はい、壊れ武器来ました。これでまたなんとか次もいけそうだね。次ラスボス戦かな、頑張りましょう。よし、それではじゃあ今回ここまでにしましょうか。待って、なんかお店が増えた、あ、増えた気がしたけど気のせいだったまた次回ね、ボス戦、邪悪な村人戦でお会いしましょう。おつぽよ。